オッケー、マスカット、えい、出し方かな。おー、いいね。オーバー。なおちゃん狙ったの今のオーバー。おー、誘ったの。あー、ほんと。惜しい。惜しいか。入ってるかな。おナイスカット。何、なおちゃん誘ったの？ナイスカット。いいね、いいサーブ。おいいね。まだ。惜しい惜しい。ナイスカバー。おっ、ええ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 。この間さ、フォーメーションチェンジをさ、やったけどさ、よく分かってなかったですね。普通の6人数覚えてないかってやってて、ローテーションするじゃん。今この状態でこの2人が回ってしまう、この四角形、これが最初のローテーション。その位置からこの位置に動くっていうのが、フォーメーションっていうか、ローテーション。そこに戻るのが分かってたけど、一応ぐるぐる回っていろんなところに構えで、でそれを普通の6人制とかって、まあ、全く一緒なんだけど、どこまで行ったんだろうね、ローテとかと、あとはそのローテをするタイミング。うわ、ナイスパス。うわー、一人ナイスパス。やっとマジか。で、ナイス、勝った。入ってるよ。サーブレシーブの方向が変わるのと、どうしてもワンとか急に返ってきたボールに移動して考えちゃうと考えないから、ナイスカバー。ナイスー。バレました。
のドーバーネットの話か。いつでも出てたらいいんだよ。そうなんだ。6人中の時はブロックだったらネットからこうやって触ってもファールだったんだけど、でも多分全然そこ大丈夫だよ。指とかのことは意識してる。それが出てる。うわすげえ。ナイスカット。あっ近いじゃん。完璧だった。あれでもね、アレックスがスパイクにしたら怒ってるんだったいいトスだったね。最後顔をメッチした。してない。してないんだ。ふわって。いや惜しかったね。よかった。